本日は10月11日月曜日です。今日からシドニーのあるニューサウスウェールズ州はロックダウンが明けました。さて、もう一つ大きいニュースがあります。11月1日からオーストラリアは国境を開けます。まず最初、ニューサウスウェールズ州、シドニーの空港ですね、国境を開けて、それからメルボルンになると思います。オーストラリアへの入国の優先順位、これが、発表されています。まずはシチズンですね。オーストラリア国民、オーストラリアパスポートを持っている人と、オーストラリアに永住しているもの、パーマネントレジデンスのビザを持っている人間が優先的にオーストラリアに入国できるというふうになっています。オーストラリアの入国出国に関しては最新の情報をご確認ください。オーストラリアから海外旅行に行く場合ですね、この人たちにはいろいろな条件が付けられています。まず指定されたワクチンを2回接種していること、これはファイザー、アストラゼネカ、モデルナ、それからジョンソン&ジョンソンの COVID-19 のバクシネーションですね、これを受けていることですね。そしてですね、エアニュージーランドとクアンタス、カンガルーマークのクアンタスの飛行機に乗る際はですね、この指定されたワクチン、バクシネーションを2回打っていないと乗れないこと。また国際線の飛行機に乗る場合はですね、48時間または72時間前に COVID-19 の PCR テストを受けて乗るというふうになってます。この11月1日に国境を開ける意味というのはですね、前の年のクリスマスですね、国境を閉じてしまったために家族で一緒に過ごせなかったオーストラリア人、またはオーストラリアに住む永住者というのがたくさん出たわけですね。そのためにやはり2021年のクリスマス、今回のクリスマスは家族みんなで過ごしてもらいたい、そういう思いがあるように思います。今日の Vlog はここまで。散歩続けていこうと思います。それではよいしょ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